ニュースをお伝えします。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の敬愛する最高指導者金正恩元帥に7日シリアアラブ共和国のバシャール・アサド大統領から祝電が寄せられました。祝電は朝鮮労働党の永遠なる総書記である金正恩同志の誕生77周年に際して金正恩委員長と友好的な朝鮮人民に最も熱烈な祝賀と祝福の挨拶を送ることを嬉しく思う。めでたいこの機会を借りて金正恩委員長が金正恩総書記の路線をしっかり受け継いで朝鮮民主主義人民共和国をさらなる進歩と繁栄へ正しく導くものと信じてやまないと述べています。光明母施設記念準備委員会がロシア平和統一党で、光明母施設記念フィンランド準備委員会がヘルシンキでそれぞれ発足しました。準備委員会は偉大な金正恩総書記の誕生日2月16日の光明母施設に際して総書記の不滅の業績を称える多彩な政治文化の催しを行うことにしました。一方、金正恩総書記の誕生77周年記念ブラジル準備委員会も発足しました。光明母施設記念コンゴ民主共和国準備委員会が開幕を出しました。開放は太陽のように明るく微笑む偉大な金正恩総書記の写真とともに、朝鮮人民の偉大な指導者金正恩総書記の誕生77周年に際して、金正恩総書記の思想と業績は不滅のものであるという大見出しのもと、世界人民の理想と平和のためにという込み出しの文を載せました。開放は文で、偉人の中の偉人である金正恩総書記は父の革命運動の完成と社会主義朝鮮の繁栄、国の統一と世界の自主開業のため生涯のすべてを尽くした。今朝鮮革命は父の革命運動を寸分の狂いもなく継承している金正恩委員長が導いている。金正恩委員長の正しい導きのもと、朝鮮人民は自力更生の旗を高く掲げ、社会主義建設の新たな進撃路を開いていくだろうと書いています。偉大な金正恩総書記の誕生77周年に際して1日から9日まで国中の青少年が北東山の秘密のベースキャンプにある総書記の生会の行軍を行いました。一行は行軍の間にポチョンボ革命戦績地、チョンボン宿営地、サムジヨン大記念碑の偉大な金正恩主席の銅像とサムジヨン郡にある金正恩総書記の銅像に献花し敬意を表しました。釜山を出発して歴史の地ポチョンボにたどり着いた一行は、金正恩主席がポチョンボ戦闘を指揮したところと警察官駐在所、免事務所などを見ました。リミョンス革命史跡地に着いた一行は史跡地の各所を見ました。北東山の秘密のベースキャンプにある総書記の生家を訪れた一行は、金正恩総書記の尊い革命的生涯を振り返り、祝然たる気持ちで革命の聖地を見ました。その他、サムジヨン大記念碑と北東山英雄青年発電所を見て、サムジヨン郡所在地地区の建設現場で作業を手伝いました。行軍の間に多彩な政治文化活動も行われました。第16回2月16日科学技術賞の授賞式が7日平壌の人民文化宮殿で行われました。朝鮮労働党中央委員会タクテソン副委員長と関係者、科学者、技術者、教員などが授賞式に参加しました。まず2月16日科学技術賞審議委員会の決定が読み上げられ、国内の原料燃料による鋼鉄の生産と圧延鋼板の生産工程の確立をはじめ、十数件の特注課題に2月16日科学技術賞の賞書とメダルが、
6つの特注課題に科学技術革新賞の賞書が授けられ表彰がありました。キム・イルソン総合大学、国家科学院、鉄道省、キム・チョク製鉄連合企業所などの科学者、技術者、教員など200人余りに2月16日科学技術賞と科学技術革新賞の賞書が授けられました。またキム・イルソン総合大学、平壌医科大学のユン・ウォンナム元副所長をはじめ5人が2018年の国家最優秀科学者、技術者に選ばれました。京都の電子工業省で新型の電子製品の開発に力を入れ成果を上げています。電子自動化復興研究所をはじめ省管轄の各研究所ではデジタル調測機と高圧周波数変換機、各種機器など近代的な電気機器を開発・製作するための研究を深めています。平壌自動化機器工場と平壌照明器具工場、春人自動化機器工場など省管轄の各工場でも実情に即して技術発展の計画を明白に立て、すでに開発した電気機器と家電の品質をさらに高める一方、自動開閉機など新製品の開発を促しています。官民総製塩所で今年初の塩の生産が始まりました。新年早々から生産の段取りを綿密につけてきた総合の労働者は2月初めから塩の生産を始め、不利な天候の中でも毎日高い実績を上げています。国際社会が一心団結の力で勝利一路を進む父の祖孫を高く称えています。ナイジェリアキム・イルソン金正義主義研究全国委員会とコロンビア共産党はホームページに載せた文で、金正恩委員長は全社会の一心団結を最上の境地に至らしめ、祖孫を先端技術に基づき強固な自立経済を持つ強国に変えている。金正恩委員長の導きのもと祖孫は日を追って綿棒を一新していると書きました。スウェーデン祖孫友好協会会長、スウェーデン基地思想研究会会長は、祖孫は金正恩委員長の導きのもとにさらに強まった政治・軍事の威力を世界に遺憾なく誇り示している。祖孫人民が収めた全ての成果は帝国主義に反対して戦う世界の進歩的人民を大いに励ましていると述べました。ネパール記者協会会長、ロシアキム・イルソン金正義主義研究所所長は、祖孫が自主権と尊厳をしっかり守っていることを称え、祖孫の社会の一番の力は一心団結だと述べました。ルーマニア社会主義党はホームページに載せた文で、人民を天のごとくみなしたキム・イルソン主席とキム・ジョンウン総書記の思想を具現した祖孫の社会主義は、キム・ジョンウン委員長の人民愛の政治によってさらに発展していると書きました。インドの新聞オーシャン・ロード・ポイントは記事で、並々ならぬ展開力と強い闘志を持つ実践家タイプの指導者であるキム・ジョンウン委員長の正しい導きのもと、祖孫が示しに国力を強めていると書きました。アフリカ地域基地思想研究委員会書記長は、指導者は人民を信じて愛し、人民は指導者を限りなく信頼する混然一体に祖孫の不滅の力の源がある。一心団結の力で勝利一路を進む土の祖孫の底知れない力にかなう者は世界にいないと述べました。以上でこの時間のニュースは終わります。アナウンス担当はカントンでした。こちらは祖先の声放送です。太陽宮殿の広場の公園を立派なものに、庭園には偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンウン総書記が正面の姿で安置された、父の最高聖地、金日成太陽宮殿があります。
朝鮮人員誰もが厳かな鐘声に包まれて訪れるカラスカン太陽宮殿には、広場と調和がよく取れた美しくて立派な公園があります。公園には敬愛する最高指導者金正恩委員長の金日成主席と金正日総書記への忠誠心と熱い友愛が秘められています。金日成主席と金正日総書記を天下の一番愛と比べという人民の切なる思いを押し量った金正恩委員長は、クラスカン太陽宮殿の広場の公園をもっと立派に作る構想を温めました。そして紀元101年2012年3月、クラスカン太陽宮殿の周りに申し分のない牧草を造成するよう具体的に教えました。その後、公園の完成予想図を見て、段階別の工事の期間と目標を定め、工事を進めるための実務上の措置も取りました。また何回も工事現場に赴いて、芝生の栽培方法や噴水工事、食事について詳しく説明し、2012年12月、公園化によく見えるよう広場の中心部の両側に芝生の緑地を造成し、来客のための様々な形式の装飾を作ることを指示しました。金正恩委員長のエネルギッシュな指導により、公園は短い間に立派に作られました。まさにクラスカン太陽宮殿の広場の公園は、金日成主席と金正日総書記を永遠に指導者と仰ぐ金正恩委員長の気高い道徳的真理と熱い人間愛を持ってできた唯一の公園です。公園を訪れる朝鮮人民は、主席と総書記を永遠に指導者と仰ぎ、金正恩委員長の導きのもとに、父の革命義務をあくまで達成する決意を固めています。宮殿の広場の公園を立派なものに、皇太子と話しました。女性の声放送へようこそ。女性の声放送へようこそ。この頃の県内は平年並みの気温が続いていますが、雪など全く降らず、雪の時が珍しく思われるほどです。ところが先日は雨が降って、もう冬の終わりかなと思われました。はい、さて、新たな理想と夢を描くようにする新年を迎えてから1ヶ月が過ぎた今も、リスナーの皆さんから新年お祝いのお手紙が相次いで届いています。その中には、今年の社会主義小国づくりの課題が示された、敬愛する最高指導者金正恩委員長の新年の地に設置したリスナーの皆さんの深い感動をしたためたお手紙もありますね。はい、埼玉県の岡田信也さん、岡田信也さんはお手紙にこう書いておられました。希望に満ちた新年、2019年を迎える日本の声放送のスタッフの皆さんに最も熱く熱烈な祝賀の挨拶をお送りします。敬愛する最高指導者金正恩元帥は新年2019年を迎え、歴史的な新年の辞を述べました。金正恩元帥は新年の辞で、自力構成の旗を高く掲げ、社会主義建設の新たな進撃路を開いていこうというスローガンを示し、社会主義建設づくりのための重要課題を示しました。元帥の新年の図は、父の祖孫の永遠なる勝利と繁栄の道を明確に示した綱領となる指針で、祖孫人民の進むべき新たな進撃路を明らかにした壮大な話です。元帥の正しい導きのもとに、今年祖孫人民が自力構成の革命精神を持って、社会主義強国づくりで、
自身が共感させる奇跡と革新を創造していくものと確信しております。岡田信也さんも手紙に書いておられましたが、自力構成の旗を高く掲げ、社会主義建設の新たな進撃路を開いて以降、これは金正恩委員長が示した今年朝鮮人民が社会主義強国づくりの全ての部門で掲げていくべきスローガンです。自力構成は朝鮮革命の伝統的で威力ある戦いの方式です。今の戦いでの勝利の鍵は時代の要請に即して自力構成のスローガンを一層高く掲げていくところにあります。この自力構成ですが、朝鮮革命では歴史が古く、素手で鉛筆爆弾を作って日本帝国主義者に打ち勝った抗日革命闘争にルーツがあります。この自力構成、国家奮闘の革命精神があって、朝鮮人民は帝国主義連合勢力を打ち破って、国と民族の自主権を守り、廃墟から立ち直って、社会主義建設で大間の奇跡と革新を創造することができました。自力構成、国家奮闘の革命精神はまさに、朝鮮革命の原動力であり、父の時代の脈動、奇跡創造の尽きない源泉です。今年もリスナーの皆さんは、朝鮮人民は自力構成の旗を高く掲げ、社会主義建設の新たな進撃路を開いていこうというスローガンを高く掲げ、飛躍の熱風を巻き起こしている姿を放送を通して実感できるでしょう。今年の朝鮮人民の奮闘を励ましてくださった岡田信也さん、どうもありがとうございます。この頃、朝鮮の声放送を聞き始めたニューフェイスの方々からもお手紙が届いています。まず、東京都の荒木智久さん、荒木つぶりささんが、昨年12月23日付の放送を聞きになってお送りになったお手紙をお読みしましょう。初めてお便りを差し上げます。私は以前から共和国について興味があり、もっと詳しく情報を手にしたいと思っていたところ、支局の活動をインターネットで知り、夏頃に短波ラジオを買いました。実際に放送を聞いてみたところ、躍進する社会主義の朝鮮の姿が手に取るようにわかるニュースや、音楽コーナーで流れる朝鮮の歌謡、民謡など、興味深い内容ばかりで、短波ラジオを買ってよかったと思っています。今年の朝鮮を巡る動きは本当に劇的でした。思えば去年はアメリカが共和国に対する経済封鎖を一段と強め、日本でも皆あわや戦争かと口持ちに言っていました。しかし金正恩委員長は度重なる挑発にも沈着に行動し、朝鮮の北と南の首脳会談、そして朝米の首脳会談にこぎつけ、朝鮮の統一へ向けて大きく歩みました。この劇的な出来事から私には、金正恩委員長の分断されてしまった民族人民を思う温かい心がはっきりと伝わってきました。融和の歩みを進む、来年こそ、朝鮮が民族の手で自主的に、そして平和的に統一されることを祈っています。今後は機会があれば、ぜひ朝鮮を訪れ、クムガンソンなどの名所を巡るとともに、ベクトーさんや民主首都ピョンヤンを訪れて、キム・イルソン主席とキム・ジョンイル総書記の革命の足跡をたどりたいと思っています。朝鮮の冬は寒いと聞きますが、どうかお体に気をつけて、朝鮮を世界へと発信する意義あるお仕事を頑張ってください。お手紙を通じて知り合ったばかりの荒木智久さんですが、このお手紙はまるで、爆脈の友から送られたもののように感じられますね。初めてお聞きになった放送の番組が、荒木さんに力強く進む社会主義の朝鮮についてリアルに伝え、興味を持たせたようですが、スタッフも喜んでいます。特に昨年、敬愛する最高指導者、金正恩委員長によって綴られた劇的な出来事に対する荒木さんの分析と判断、それに基づいての金正恩委員長への敬慕の念は、スタッフの皆を大きく感動させました。また、朝鮮の統一意義への積極的な支持と連帯の立場を通じて、平和と正義を重んじる荒木さんの熱い思いが感じられました。荒木さんと知り合いになったことをスタッフの皆は大変嬉しく思っております。またこれから友情を深めてまいりたい気持ちもいっぱいになります。お金で買えないのは友人であり、同志だと思います。
タッフの皆はこれからも荒木智久さんのようなリスナーの皆さんのご要望にお応えして一層頑張ってまいるでしょう。祖先の姿を世界に一層広く伝えるつもりです。荒木智久さんを改めて歓迎いたします。荒木智久さんの訪朝を心から期待しております。訪朝なされば雲岩山や白頭山などの名所巡りとマンステ農家の偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記の銅像を訪ねてその不滅の業績を振り返りながら平壌の全景を眺めることもできるでしょう。スタッフともお会いできる荒木智久さんの訪朝をお待ちしております。では今日はこの辺でリスナーの皆さん次のこの時間にまたお会いしましょう。